ご当地かるた森山あるあるかるた。かるた遊びを通じて森山の魅力を発信し、子どもたちの郷土愛を育てたいという思いが込められています。そこやねん、琵琶湖のぐっとくびれたところなどの読み札は1330件の応募の中から審査を重ね、46の文言が決定しました。かわいいイラストを担当したのは森山市内で働くイラストレーターのミポットさんです。カルタには、46の絵札を描きましたけれども、その中には本当にいろんな森山の魅力があって、とても素敵なところだと思いました。可愛いキャラクターを入れたり、そういうことをして子どもたちに印象に残って森山のことを学んでもらえるような絵札にしたいなと思って描きました。街中で出会うクマさん、クマケンゴ。この絵札にも描かれている森山市立図書館にやってきました。森山市には新国立競技場などを手掛けた建築家隈研吾さんが設計した市立図書館や新庁舎があります。今日はここ市立図書館で市内の子どもたちが参加をして森山あるあるかるたのかるた大会が開催されるようです。私も参加しようと思います。まずは子どもたちとカルタで遊びます。全然取れない。そこやね。これ取りたかった。そこやね。抜かりない。取れた。やった。一枚目ゲット。嬉しい。暗い夜道もホタルがいるから安心だ。次に森中市長も参加して一緒に遊びました。赤米を教えてくれる。あ、そうです。そうか。おー、いい声で森中市長。確かにあって思います。赤米を教えてくれる。紫に染まる。森山あるあるカルタをやってみてどうでしたか？森山のいいところとかが知れてよかったです。好きなカルタの絵札とかある？この絵が好き。この絵札のカルタは撮りましたか？撮れた。森山の子供たちがこうみんな分かる、みんな遊べるようになってたらいいなって思ってます。森山あるあるカルタ、とっても楽しかったです。森山の特産品や文化財、お祭りなど森山の魅力たっぷりと感じました。今後のカルタへの期待を教えてください。はい、このカルタ、森山で育った子どもたちがみんなよくわかるご当地カルタということを目的にしまして、市内の小学校とか幼稚園、あるいは子ども園などに寄贈させていただきました。また新たに移り住んでこられた人たちとかですね、森山で働いている人々で市外に出た人たちにね、みんな森山へ愛着を持ってもらって森山の良さを考えてもらうきっかけになればいいなというふうに思ってます。